生活費が3万ぐらいだったんで17万ぐらいしていやもう2000万はもう本当4、5年で貯めましたね。仕事とは思ってないです。なんか好きでやってるっていう2つの貯めれる要素があれば、うん、もう仕事って続くかと思っていて、はい、その後にどう思いますか？突然2対1になりました。逆に僕は貯金させますよ。もうどれだけあっても不安って拭えないくなる人多いんじゃないかなと思ったんですけど、的確なご指摘です多くの人に言いたいのはそうならない方がいい。僕みたいにできないような人間になっちゃうんですけど就職に失敗ってないと思うんですよね。うん、大手とか公務員とか気にすんなって強く言いたいんですよ。自分次第だってことですね、人生。そうですね、本当そうだと思う。そういう風に働かれたらいいんじゃないかな。うん、めちゃくちゃその T シャツの節約という感じがキラキラ見え始めましたどうもしゅんです、こんにちは。どうもオクラです、こんにちは。ということで本日は、お金っていうところをテーマにゲストに来ていただきました、クラマさんです。よろしくお願いします。どうも、賢者よりクラマと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちなみにオクラちゃんの簡単な紹介、1月から、ダイアリーに入社して、これから YouTube の、ディレクターとして一緒にやっていくオクラちゃんです。はい、頑張ります。よろしくお願いします。で、今回はですね、皆さん就職活動をしていく中でいろいろ情報に惑わされるといいますか、まあ、大手行ったら偉いとか、いいところ行ったら人生幸せになるんじゃないかっていう、まあ、意見がほとんどだと思うんですけど、それだけじゃないよっていうことを今回の動画を通じてお伝えできたらなと思っています。で、本日来ていただいたクラマさんの著書の貯蓄っていう、すいません、去年の9月に出版させていただきまして、僕の節約術とかお金の考え方についてまとめました。はい、300ページぐらいの、ね、大ボリュームになってますので、はい、よかったら手に取ってください。はい、ちょっと今日の話がいいなと思ったらぜひ買っていただけたらなと思います。クラマさんはこの T シャツから分かるようにもうめっちゃお金が大好きなんですよねで、お金大好きで、貯金額今ちなみに今いくらぐらいですか？2000万ぐらい。しかも新卒の手取りはいくらぐらいですか？新卒で就職してないんですけども、はい、まあニートとかフリーターとかいろいろやって、はい、でその時初めて入った時会社の手取りが大体20万ぐらいでしたね。ちなみに今の手取りもはいくらぐらいですか？今の手取りが今25万か27万ぐらいの間で推移してます。なんかその手取りの額を聞いて、なんかあ手の届かないとかじゃなく、うん、むしろ一般的って言ってたらあれなんですけど、うん、でそれでも貯蓄額はちょっとずば抜けてるっていう、うん、ちょっとなんか夢と希望、うん、感じました、すごく。そうだね。でそれこそ数年でその2000万ぐらい貯める、どうやって貯めたかっていうところと、そもそもクラマさんにとってその結構働くっていうところをどう捉えてるかみたいなところも聞きできたらなと思っています。ちなみに2000万貯めるのってなんかどれぐらいの期間で2000万貯めたんですか？いやもう2000万はもう本当4、5年で貯めましたね。へえ、はい、もう人の2倍働くって決めてて、あ、すいません、大学時代にそもそも僕公務員になりたかったんですよ。公務員になりたくて、その時試験とか落ちちゃってなれなかったんですよね、うん、で他の企業とかにも全く受けなくて、で結局公務員試験落ちてそのまま終わり、うん、でそのまま大学卒業して、でニートをやって、でフリーターを2年ぐらいやってたんですけど、奨学金が僕あったんで、さすがにやばいじゃないですか。300万奨学金あって就職してないって、もう第二新卒ももうなんか切符もないし、うん、やべえなと思ってお金稼ぎたいなと思って、でそれでお金も使わずにお金稼げるのどこかなと思ったけど東京しかないと思って、うんうん、もうどこでもいいと思ってあらかた受けまくって、スキルも職歴もない中雇ってくれるところ採用してもらって、うん、今ずっとそこで働いてます。僕だから個人的に思うのが、その1日8時間とかは働くじゃないですか、はい、その時に楽しいは楽しいんですか、その仕事は。それからどういう気持ちでやってるんですかそうですね、もう働けば働くほど金貯まってしゃあねえって思いながら働いてます。あーそっか、クラマさんの喜びの軸がお金が貯まることに対して喜びを感じてるんですね。お金が貯まるかどうかっていうのもありますし、あと何よりもその僕嫌いな仕事とかはできないし、うん、多くの人できないんじゃないかと思いますね、うんうんうん、ただ嫌いじゃないし苦手ではない仕事を選んだんですよ。なんでまあ普通の人ぐらいはできる仕事っていう感じでやってます、うんうん、なんですごいモチベーションが高いってわけじゃないんですけど、ものすごいモチベーションが低いってわけでもないっていう感じの仕事ですね。確かにそれだって数年もずっと続けるって言ったらなかなかできないですもんね。本当に嫌だったら。そうです、継続力重視で仕事を選びました。その継続のところで言うと、どうやって淡々とこなしていけば何年も働けるのかなっていう。
コツとかあったりしますか？ああ、そうですね。まず僕はまあ、本業で会社員やってますけども、うん、週5で働いていて、かつ YouTube やっていて、他の副業もやってるんですよね。 YouTube も本業も全部ずっと同じ年数ぐらい、まあ、やっている、うん、コツコツコツでやってるんですけども、まあ、継続のコツはいろんな仕事をするってことですね。会社だけの仕事やってたらまず飽きるっていうか、うん、スキルの上限は来るじゃないですか、うん、でまあ、そこで会社内でも新しい仕事をやらせてもらうっていうのもしますし、うん、あと副業で YouTube やったりとか SNS の運営やったりとかで、そこでも新しい仕事をやる、うん、飽きさせないように常にこう、うん、楽しい仕事をするっていうか、まあ、仕事っていう感じでもないですね。なんか YouTube とかお金発生してますけど、うん、仕事とは思ってないです。なんか好きでやってるっていう感じですね。じゃあその今の本業に関してもその決められた枠内で新しいことを見つけたりとか、はい、自分からまあ主体的に動いてるってことですよね。そうですね。まさしく2つの貯めれる要素があれば、うん、仕事って続くかと思っていて、はい、まず1つ目がスキルが貯められるかどうかで、会社に勤めていてここの会社で働いてて次勤め先で使えるかとか、自分がもしここでクビになっちゃった時に使えるスキルがあるかって重要じゃないですか、うん、今の特に若い僕らの20代の世代って、はい、そういう仕事があるかっていうことと、単純にあとお金が貯まるかっていう視点ですね。いくら働いても例えば20代だしもお金が貯まらないってきつくないですか？スキル貯まってても1万円でも2万円でも、うん、まあ、貯金できてた方がやっぱり今日より明日、今月より来月とか、今年より来年、少しずつ経済的に豊かになっていくじゃないですか、うん、でプラススキルも溜まっていけば自分の市場価値みたいなのも上がっていくわけじゃないですか、どっちも、はい、どっちも味方になりできたら、まあ、最高ですよね。確かに、スキルも最高、理想ですね、うん、それをするためには絶対に能動的に動かなきゃダメです、うん、で行動できるかじゃないかなと思ってやってます。確かに。ちなみに、はい、僕は貯金できないタイプなんですよね。はい、オクラちゃんもどうですか？貯金全然できないですね。できないというより、若い時こそ節約をする意味ってあるのかな？いや、マジそう思うわ。ってなんならもう全ベッドで使った方がいいんじゃないかっていう。いや、そうなんですよね。あ、そうなんですか。今貯めててもなんか今どんどん使って肥やしにした方がとか、うん、使った時に価値が生まれるって思ってるので、うん、全然ちょっと確かに。その後どう思いますか？そうですね、突然2対1になりました。2対1全然できるのではない。僕はもう何言われても絶対折れないメンタル。今日はちゃんと議論しがいがありますね。逆に僕は貯金させますよ。もうそこまで言われたらもう貯金させたくなっちゃう。でもちょっと貯金 の、 はい、めっちゃ興味あって、はい、節約できるけど手段を取らないのとできないのとちょっと違うなと思ってるんで、うん、確かにね、確かにね。だって多分できないんですよ今のままじゃ、はい、なのでぜひお話聞かせていただきたいです、うん、僕もし本当にお金に全振りするとしたら、それこそちょっとリスクは一般的なリスク高いかもしれないけど、お金的にはめちゃくちゃ増える可能性があるなっていうふうに思うんですけど、そのあたりどう思いますか？どうですか、お母ちゃん。何を取るかってめっちゃ難しいなと思って、うん、それこそもう世界線のちょっと価値観とかも違いすぎて、今狭間でちょっとゆる自分おかしくなってきたんですよ。確かになぁと。極端ですね。いや、確かに極端ですね。極端ですね。単純にお金が貯まるのが気持ちいいというか、僕の性癖ではあるんですけど、特殊、はい、お金が貯まって残高見るのが嬉しいとか気持ちいいとか、そういうのがあるんですよね。そこまでこの貯金額が多かったりとか資産が蓄えられてるっていう人って、データを見てもすごい少数派だったりするんですよね。2000万20代ある人って多分 5% 切ってると思うんですよ、うん、もっと切ってるかもしれないです。その中で、なんだろう、お金を貯めていくか貯めていくほど僕は仕事が楽しくなるって思っている派で、なんでかっていうと、結局就職活動をするとか働くとかっていうのはお金を得るためっていうのは根底にあるはずなんで、で完全に自己実現だけではない部分があると思うんですよ、うんうんうん、でお金が貯まっていけばその生活の不安もなくなっていくし、資産が増えていくので心に余裕が出てくるんですよね、うん、でお金に余裕が出てくると、そうするとなんだろう、嫌な上司とかがいてもなんかノーって言えるんですよね。嫌な環境だったら嫌ですと言える。でも自分がお金なかったらそれやっぱり言えなかったです、うん、僕はね、うんうん、でお金貯まってきたからはある程度その自分のなんだろう主張するようになっちゃったんですよ。ちょっと性格悪い話かもしれないですけども、選択肢ができたってことですね。そうですね、逃げ道をやっぱり作っておく、うん、その方が仕事がより楽しくなる。じゃあ、 ある種の心の余裕を作るためにある程度の貯金は、はい、いいなっていうのは確かに腑に落ちました。
あ、クラマさんが今の就職活動生、例えば大手に行けばいいみたいな思ってる人も結構いると思うんですけど、うん、そのあたりどう思いますか？いやもうこれは強く言いたい。正直大手とか公務員とか気にすんなって強く言いたいんですよ。でもその人たちの気持ちもめちゃくちゃ分かるんですよ。なんでかっていうと僕がそうなんで、そうだったんで、大企業以外はやっぱり恥ずかしいって思っちゃったし、それ以外は恥ずかしくて言えないぐらい思った、正直な話。ただそう言っちゃうと結局自分の可能性も狭めるし、やりたいこともなんか限られちゃうっていうか、やっぱりなんかたかが21とか22の人が就職失敗しただけで人生終わりだと思うっておかしいんですよ、どう考えても。確かに。だって僕就職活動を始めたの24歳ですよ。団員貧乏の切符もないしスキルもないし、本当そこら辺の大手じゃない会社に勤めて思ったのは、どこであろうと結局自分の身の振り方次第であの人生変わるなと思ってるんですね。その入った会社で何をしたいかとかどうなりたいかっていうのがありさえすれば、どんな会社でも活かせるし、逆にどんな会社に入っても何の意味もないと思いますよ。その会社に入ったら全部お金も工面してくれるし、もう転職できるけどスキルをもらえると思ったら大間違いだと思いません？だって大企業であればあるほど仕事って分散されてるわけで、もう本当これだけやってくださいとか、そうしたらじゃあそれだけできてる人がじゃあ転職できるかっていうとそんなことないじゃないですか。だったらじゃあベンチャー企業とか中小企業に行って網羅的に仕事した方が実はスキルたまるんじゃないとかってあったりするし、でもそういったじゃあ中小企業とベンチャー企業に行けば必ずじゃあスキルたまるかってそういうわけでもないじゃないですか。で結局やっぱり能動的にやっぱ自分で何をしたいかとかどういうスキルが欲しいかで、どんな仕事がしたいかとかどうなりたいかっていうのがまず前提としてないとどんな会社でも活かせないし、逆に本当どんな会社に入っても活かせるようになると思うんで、そこら辺をなんか価値観というか自分がどうなりたいかっていう部分の掘り下げをした方がいいんじゃないかなと思いますね。いや結論自分次第だってことですね、人生は。そうですね、自分次第です。本当そうだと思う。もうそれでしかないなってマジそれでしかないと思います、はい、どれだけこの真反対のお金の価値観を持っていたとしてもそれでも絶対一括じゃないですか。しゅんさんも全くその通りだと思ってるじゃないですか、だからやっぱ大事なところってどこで働くとかじゃないんだなって、自分がどうしていくかなんだなっていうのを本当に感じました、就職に失敗ってないと思うんですよね、100社落ちるじゃないですか、でも100社落ちただけでノウハウが入りません？確かに学びがあるんで、だって何もそうなんですけど考え方次第だと思いますよ。なんで別に失敗なんてないっていうか、逆に世の中的にいいとされてる職業に就いたからといって幸せであるかはまた別問題ですもんね。そうですよ、あくまで会社は皆さんの人生を豊かにしてくれる手段だと思いますよ、あくまで手段だから、まあ、目的にしてはいけないっていうことですかね。そうですね、就職することが目的になっちゃいけない、結婚と一緒ですよね、結婚が目的になっちゃいけない、その後の方が長いじゃないですか、そっちを重視したら別にどんな会社だろうが負け組じゃないですね。めちゃくちゃいいこと言うじゃないですか職業に規制なしで、そういう風に働かれたらいいんじゃないかなって思います。めちゃくちゃその T シャツの節約という文字がキラキラ見え始めました就職した会社で貯金ができるってなったらその会社最高な会社ですよ、貯金ができるほどのお金をくれる会社って最高じゃないですか、って思いながら僕は働いてます。うわ素敵です。めっちゃ素敵だね。だから5年働けるかもしれないですね。ちなみにその20万の手取りで、月何万ぐらい貯金してたんですか？あ、そうですね、生活費が3万ぐらいだったんで、まあ、17万ぐらいでしてプラスあのバイトしてたんで給プラス10万かってました。会社ちゃんと行きますね。バイトで10万たったんですか？人の2倍働いてた。本当に2倍働いてたんですね。はい、今でもバイトやってますからね。マジっすか？はい、興味ある仕事あったら、あ、ラーメン屋やりたいなと思ったらラーメン屋のバイトを応募したりとかしました。え、土日とかですか？あ、そうです、もう空き時間に。でもめっちゃ楽しいですよ、いろんな人と話聞けるし、その業界のこと知れるし、自分がラーメン屋するときにそれって絶対生きるじゃないですか。ラーメン屋するときに分かるって本当に見識が広がるというか、もう最高です。それを楽しい最高でやれてるのが一番最強っていう。すごいね、めちゃめちゃ魅力的というか。そうね、それでお金手に入って貯金もできるんで。え、逆にお金使うときどういう感情なんですか？でも苦痛ですね。あ、そうなるんですね。俺の血肉とか思いながら。あ、じゃあ本当あの腕取ってる感じです。そうです、もうこうやって自分の腕、肉そぎながらこう出してるような感じ。だって普通って逆じゃないですか、与えてる時もしんどくて、あ、帰りたい帰りたいと思ってで、なんか飲み行くとかでうわー使うみたいな、それが楽しんじゃい、このために働いてるんじゃんってなるじゃないですか
普通の人それがもう逆なんですかね。かむしろ働く方が節約になるんで、もうたくさん働きたいですね。1日20時間働きたいです。そっちが節約になります。それってもともとそういう価値観じゃない、まあ、その使うことの方が楽しい人でも、まあ、倉間さんのようになれるというか変われるって思われてます。変われますよ。結局そのお金が貯まったっていうその達成感みたいなのって少なからずあったりするんですよね。で筋トレと一緒なんですね。あ、そうですそうです。全くそうで、筋肉大胸筋ついてきたら嬉しくなっちゃうじゃないですか、うん、でくびれとかできたら。でそれと一緒で貯金が100万いったらおおってなって3桁だと。で500万いったらおおってなって、でそれを積み重ねていくだけなんですよ。チャンネル登録者とかも一緒だね。そうですね、確かに。かもうなんかどれだけ行ったからといって別に満足というよりは、それを追いかけるのが楽しいみたいになるとっていう、そんな感じなんですね。多くの人が貯金したくなる理由って、まあお金からの悩みに解放されたりとか不安な状態を解消するためだと私は思ってて、でもなんか今倉間さんを見てると、なんかそこのお金があるっていうのが、まあ、心の担保につながってしまうと、どれだけあっても逆にまだ足りないとか不安って拭えないくなる人多いんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、その点ってそんなことってないんですか。いやもうすごいもう的確なご指摘ですそれをあの多分多くの人は抱くし、僕はそこに上限がないからずっと節約してるのかなって思っちゃいます。え、本当に今でも3万とかで生活してるんですか。今はちょっと増えちゃいまして、ちょっと2022年 の、 あの家計簿を つけたんですけども、はいはい、月平均6万使ってましたね。誰も責めない誰も責めない79万円も使ってましたね、1年間で。ちょっと本当すごい、使いすぎたって思った時にあの負の感情になるってことですよね。なんかわかんないです、誰かに怒られる感じがしますね。その不安がなくならないわけではないけど、倉本さんにとってはそれが、まあ、ある種自分の中で競技みたいになってるみたいな感覚、うん、あ、まあ、それはありますね。なんか楽しくて貯めてるっていうのもありますし、うん、貯金とか始めて、で貯金からこう資産運用っていうのも始めできたんですけども、うん、なんかお金増えることも楽しいなって、うん、なんか貯めるんじゃなくて増やすっていう、なんか RPG のゲームみたいな感じなんですよね。僕昔からそうなんですけども、アイテムを貯めちゃったりとかお金使わなかったりとかゲーム内でもしちゃってて、うん、それがなんかこうリアル世界でやってるような感じで、うんうん、自分のその数字を増やすみたいなのに楽しさを感じてる部分はありますね。なるほど。ただ多くの人には言いたいのは、そうならない方がいいとは思います。バランス感がおかしくなっちゃうん で僕みたいにもう本当結婚できないような人間になっちゃいますから愛情自由自在確かにだから本当欲しいものは買った方がいいですよ、うん、で車欲しいからお金貯めるとかっていう目的作った方が絶対いいですよ、うん、マイルストーン置くのはありってことですよね。そうですね。だから人それぞれちゃんと自分が何が幸せなのか、それこそ貯めるのが好きとか数字見えていくのが好きならそれでいいし、うん、そうじゃなくてこの生活ができるようにとか、うん、いくらっていうように貯めといて、それができたらちゃんと自分は満たされるっていう、そこは分かっておくのは大事かなって思いました。あと今の話と他の話をまとまったあの倉間さんの本が Amazon から借りる買えるので、ぜひあの皆さん読んでいただけたらなと思います。重版しましたね。はい、すごい貯蓄っていうマジ一貫性あるやん。あと下の概要欄にあの YouTube チャンネルのリンク等は貼ってあるので、よかったら倉間さんのチャンネルも見ていただけたらなと思います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。